お前。虹色のクリスマス。東京。はい。曲探すから。おしゃべりよろしく。はい。シマさんに渡して。正しく。うん。シマさんに渡して。ゲージの。さあ張り切ってまいりましょう。みなさんこんにちは。こんにちは。クルバナでラブミュージック略してククラブの時間がやってきました、はい、といっても今日のメンバーはですねククスターのメンバーですね多分出張ククスターという形になります。そう、まあ、ククラブですね、はい、ククラブってね女性の方が聞くと思うんですけどね。なんだ今日はね完全にこっちの趣味ですからねいいんですよ、ね、いいんですよ大丈夫ですよ。そうですよ多分はい、ククラブの方が好きっていう方はククスター寄り になります。お客さんが好きな話が気にしないでいいです、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、ね、大丈夫ですよ貫きますので、はい、じゃあククルバナからやってきた、はい、私崎山修馬です。はい、そして山下桃江です。はい、そして八木忠です。はい、そしておまけの部屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、イエーイイエーイ修馬さん、はい、修馬さん今年最後の放送ですよ今日。あ、そうですか。そうなんですよ。火曜日、はい、クラブは今年最後になります。そうですね、はい、最後の30分間ですけれども。そうですね、はい、まあ、そうなんですよ。この窓から人が見えるっていうのも最後の出来事かもしれません。まあ最後の出来事って明日世界が終わってしまうわけじゃないですからね。そうだよ、はい、来年もありますのでね、はい、はい、まあ今年はね、そうですね、っていうか誰も歩いてないんじゃない。ダメだもん。一人やっと見つかった。あ、一人 見えた？見えた？見あ、見えた？あ、そう。あ、いた、いや、いるね、いるね。あ、いるね。よかった、よかった。嬉しい。あとは車だね。車はビュンビュン通ってますけどね。当たりますね。はいはいはい。はい、12月27日、火曜日ということなんですけれども、はい、はい、しまさん、はい、今日のテーマは？今日のテーマは、はい、小説の好きな小説の話します。読んでる小説です、はい、聞いてる人にも分かりやすく言いましょうね、はいはい、今日のテーマは好きな小説ということで、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、ということで、はい、今日は好きな小説、まあ何でもいいですよね。小説、まあ読んだことない方もね、もしかしたらいるかもしれませんけど、まあ好きな本でもいいですよね、はい、ね、いいですので、はい、ぜひね、まあ、参加していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、FM ギノワンではメッセージを お待ちしております。ククラブではメッセージをお待ちしております。メールアドレス797@FMGI、 ごめんなさい、言い直しますね、メールアドレス797@FMGINOWAN.com、 797@FMGINOWAN.com、 ファックスは098-943-0094-943-0094。はい、またFM ギノワンでは、ホームページやユーストリームツイキャスで映像と音声を配信しております。ツイッターも連動しておりますので、たくさんツイートお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで、はい、まずは1曲目いきましょうかね、はい、まずはね、はい、はい、これは桃江さんからのリクエストですよ。はい、桃江さんからリクエストで、この曲です。海の声、桐谷健太です。どうぞ。曲何や
りましょうか。あと一個。あと一曲ぐらい。ね、島さん。泉の。島さん。曲あと一曲何やろ。なんだっけあれ。チェスリー。チェスリー。何曲か。島さんある？メリットないからな。普通にお正月のなんか曲でもいいよ。あーこんな星がまばたくより何だったこれは、あ、何だっけ俺に振らないでよどれだっけこんな星が綺麗当たってるこれ、うん、こんな夜こんな星がこんな星が輝くよりないなお正月の曲は星の輝く夜空にってことこれではないこんな星が輝く夜空にえこんな長いタイトルうん、ないですねないですじゃあ早見すけんたろじゃあはい、じゃあフェアリーテイルフェアリーテイルこれ英語じゃない、うん、あ、英語英語に見えたカタカナで見つからないんだな綴りがわからないとあー F-A-I-R あFIALR ファジードのクリスタルファイルのではないなまあまあ探しておきますよお話をじゃあよろしくお願いします。じゃあ、スープあればね。実際になっても難しい。フェアリーテイルのオープニングがあるよ始まりの空始まりの空始まりの空ん始まりの空始まりの空もあるよアニメだけどフェアリーテイルフェアリーテイルアニメだ あタイトルはフェアリーテイルなんだけどあうまい、うんうんうん、はい、行きまーすはい、うんはい桐谷健太で海の声でございました。はい。はい。さあ、しおばさん。はい。はい。今日の、テーマは、そう、小説の話ですね。はい。好きな小説の話ですね。はい。はい好きな小説なんですけれども、はい。はい。まずは誰から聞いていきますか。そうですね、じゃあ、ただしくん。はい。はい。好きな小説。いろいろありますけど、はいまあ、好きなのはやっぱミッシングかな、うん、ミッシング、はい、ミッシングっていう小説があるんですか、はいはい、終わってますけど、はいはいはい、これはジャンル的には何になるんですかねホラーですねホラー、はい、ほうホラー小説、はい、ホラー小説って部屋さん読んだことないんだけどあのミッシング、はい、どんな感じの小説なんですか。なんていうか学校の都市伝説って言うかな。はいはいはい。うわ七不思議みたいな感じの怖すの噂を聞いてると、うん、徐々になんかその話の通りになってしまって。おお。その原因なんかその被害者も出てくるし。ほうほうほう。
学校のなんか七不思議みたいな、そんな噂が、そんな噂を実行すると起きるっていう、実際本当はないけれども やると起きてしまうみたいな感じ。まあそんな感じなんですけど、マジで起きてしまうんです。マジで起きてしまうんだ。はい。例えばどんなのとか覚えてる？まあ五感の時で出てきた掃除様っていうもので。掃除様？はい。ほうほうほう。五人でやるです。コックリさんみたいなやり方なんだけど。あ、コックリさん？コックリさんみたいな。コックリさんみたいな感じで。ほうほう。まず人一人ずつ、はい、掃除様の体を想像する。頭、腕、足。掃除様、はい、じゃあ掃除様っていうのをイメージするんだね、うん、あ、それを実行した時そのリーダーが首吊りしてしまったわけ、はい、ほうほうほう、知らない、うん、そんな感じで、あ、じゃあ徐々に一人ずつき、まずもう一人の少女は、ほうほう、あ、一人、もう一人は自分の部屋に入った時に、ほう、突然部屋中がばっかり赤く塗られてた。おお。そして下を見、自分の足元を見たら、ベッドの下から白い手が伸びてきた。おお。それで引きつられて。うわわわわわわわ。志麻さん、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 はい、目つぶるより、正しくんの顔見た方がちょっと怖いよ。へえ、そんな感じですよ。あとはいろいろ起きますけどね。おお。すごいね、なんか今ね、かいつまんで話してくれてると思うんですけど、うん、はい、なんかそれだけでちょっと怖い感じだ、ね、はい、怖いです。これをホラー小説、まあ小説、まあ、文章で書いてるってことですよね、はい、怖いですね。一部関節なんだけどね。こういうなんかこの怖い系が好きなんですか、正しくも。いや、絵見た時に気に入ったかなと思って、うんうん、あ、絵っていうのはこのキャラクターの絵が、この表紙ってこと。はい、この中にも絵が描かれてたりするの。入ってます。ああ、そうなんだ。実際怖かった。これ本当に掃除屋さんが、掃除様、お掃除様、お掃除様が やってるの。です、ね、いや、子供なんですよ。子供、はい、姿は、まあその正体は分かんないけど。あ、お掃除様の正体が、実は主人公たち、あ、主人公の弟、はい、消えた弟の正体かもっていう噂。名前が見えるから。ご登場人物は小学生みたいな設定ではないですね。ではない、大人、ちょっと高校生くらいか。あ、中高ぐらいってこと。あだ名魔王って言われています。現実主義者。ああ、なるほどね。そんな感じですね、ちょっとファンタジーな感じですけど、ちょっと怖いですね、やっぱりね。怖いですね、ホラー小説ね。怖いし、しかもベッドの下に引きずり込むって子供が本当にやりそうですね。ね、やりそう、やりそう。やりそうです、やりそう。子供がやりそうなの？子供がやりそうじゃないですか。あ、子供のちょっとお化け的なのが。いや、いたずらとして。やったことある。ジョー君あるだろう、もしかして。隠れて通り過ぎたらかと。ああ、これびっくりするよね、絶対ね。ふわーってなるので。あ、なるほどね。はい、ありがとうございます。桃井さんはなんか好きな小説っていうことなんですけど、なんか覚えてます？なんか結構前に読んだっていう話をさっきねちょっとしてたんですけど、桃井さん覚えてる？あんま覚えてない。な、どんな感じの小説だったかっていうのを覚えてる？漫画。うん、漫画。あ、漫画みたいな感じ。あ、漫画でもいいよ。どんなやつ。コナンかな。あ、コナン、うん、あ、コナン、最近コナン読んだ。結構前、うん、これも結構前なんだ、うん、あ、じゃあ最初の頃のだな、うん、なるほどね。なんかね、小説って言ったら皆さん買います？買う人、小説買う人。はい、あ、しもくん買う。桃井さんは小説読んだやつは買ったの？いとこから借りてた。あ、いとこから借りたんだ。あ、そうね、借りるっていうのもあるね。なやさん、なんか図書館とかさにも置いてたりするさ、うん、ね、でそういうのでも読んだりしてたかなと思ってちょっと思ったんですけどね。だってほら、今あるかわかんないですけど、中学生の時ぐらいとか、なんか読書の時間ってなかった？島さん、あれ
ったよね。ありましたね。しもくんもあった？ありましたね。あった？これいつね、はい、いつね、学校秋頃に、ね、秋頃に秋何時ぐらい？そうで、朝の時間呼んでって。朝の時間だよね。だいたい何分ぐらい時間取られてたのは？15分ほど。あ、15分ぐらいか。15分ぐらいだっけ。呼んでた？その時ももさん呼んでた、うん、本15分ぐらい。おう、 何読んでたか覚えてる？その時。あんま覚えてないか。一応ね、そう言われたら平安さんも何読んだかなって覚えてないんだけど。そうですね。あのね、結構懐かしいなと思って、今でもあるのかなと思ったんですけど、あ、今でもね、あるのかな。おう、やっぱりこの読書の秋っていうね、季節柄もしかしたらね、今もあるのかもしれないですけど、まあ、知ってたらねぜひ教えてほしいんですが、はい。さあ、もう一曲ちょっと行ってみましょうかね。これごめんなさいね、平野さん探したんですけど、あの要望と合ってるかは分かりませんが、はい、ちょっと流してみましょうね。はい、はい、この曲です。プラスで始まりの空です。どうぞ。しもさん、はい。合ってますかって。これ聞いたことある？これ聞いたことある？あ、これじゃない。あ、で初めて聞く。そっか。あ、これ分かる？正しく見てました。あ、そうなんだ。大事で部屋にいてる。面白いよね。俺漫画しか見たことないけど。暑いっすね。ん？暑かった。暑かった。主人公は暑い。最初主人公あんま強くないんじゃない？いや、強いって言えば強かったんだが。あ、そうだよ。徐々に強く力を使うことはあるのかな。あ、強かったっけ。まあ、一番強かったのはあれじゃないですかね。あれですか？S ランクだったはずだと。誰だったかな、覚えてないな。覚えてないな。皆さんも覚えてないな。仲間の一人だったはずだけど、うん、え、これラブプラス？フェアリーテール。え、フェアリーテール。アニメ。あのね、アーティストはプラスって書いてる。プラス、あの、足すって書いてアルファベットでプラスって書いてる。プラスプラスか。プラスプラスか。わからん。プラスプラスだ。まあ、私はグレイが好きかな。うん、グレイ、うん、行為待ててし、すぐ裸だけど、ん、下着だけつけるけど裸のやつがいるわけ、仲間だけど、うん、グレイが。あ、そうそう、みんな忘れがちだけど忘れないでね、喋ってる人を見るんだよ。はい、 OK？ はい。しもさん、ちょっとこっち思い出すよ。だから私ここにいるんだよ。ももさん、ちょっと大変かもしれないけど、これ向いてよ、見てよ。そうだ、
次シュウマさん聞きますので、うん、ククラブは株式会社十太郎ホーム、株式会社ビッグワン、有限会社パーソナルフードサービス、ハグ機構、ヘア&メイクアップアーティスト秋広元岡各社の提供でお送りしております。ありがとうございます。さ あ, 今日のテーマは好きな小説ということで、はい、はい、聞いておりますけれども、柴田さん、はい、はい、急にテンションが上がった、はい、柴田さんは好きな小説教えてください。あ、そう、はい、はい、好きな小説は、はい、小説、小説、まあ、うん、まあ、広く小説ではない、ね、小説ではないの、小説ではないですけど文章好きな作家さん、好きな、作品は、はい、はい、フェイト、はい、フェイトっていうタイトルの本、本ではないです。え、本じゃないの、はい、ノベルです。ノベルって何、はい、と分からない人にちょっと、ね、分かるように説明してもらっていいですか。パソコンに、はい、はい、パソコンに CD を入れると、うん、こう絵本みたいに、はあ、はあ、絵柄と絵柄の上に文章が流れていく、ほう、パソコンで見る、パソコンで見る絵本、なんかスライド本みたいな。そうです。で、絵が出て物語がこうナレーションで進んでいくみたいな感じですかね。そうです、はい、ナレーションと、あと、また登場人物がいてから鍵括弧のところは何してるんだお前みたいな感じのね。そうです、はい、なんか会場が感情が入った感じの、はい、お話で進んでいくってやつですかね。これノベルっていうの、はい、ノベルって言います。へ、ノベルゲームとは呼ばれる。あ、ゲーム、はい、あ、ゲームなのこれ、うん、ノベルゲームっていうの、ゲームだっていうのを知るのに時間がかかりましたね、私は。一応ゲームなんだ。じゃあこれプレイするの、なんか、はい、あ、そう、あ、じゃあ小説じゃないんだね。小説、まあいいですけど、はい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 、じゃあ教えてください。フェイト、はい、はい、で、私が好きな、はい、好きになる、うん、あの小説には2つタイプがありましてね、はい、はい、最初から面白いタイプ、ほう、で、最初はあれ嫌いだけど読んでしまうタイプ、ほう、で、はいはい、もともと私の好みにマッチしたタイプがありまして、はうはう、それがフェイトってこと。この3つのうちの、ほうほう、この全部が当てはまったのがフェイト。ああ、なるほどね、うん、はい、どんな話なんですかこれ。どんな話ってかというと、はい、はい、7人の魔術師が、はい、なんだのバトルロワイヤル。7人の、じゃあ主人公は魔術師ってことですかね。主人公が魔術師じゃないんですよ。じゃないの、じゃないんです、変なことに。おうおう、だ、誰なの主人公。一般人なんです。はい、はい、一般人なんですね。主人公一般人なのに、はいはい、7人の魔術師のバトルロワイヤル、はい、バトルロワイヤルになっていくんです。なっていくんです。参加していくの。参加巻き込まれてから参加する。あ、巻き込まれる話なんだ。はい、ほう、じゃあ、ですね、あ、じゃあその物語の中に巻き込まれていくみたいな感じなんですかね。そうですね。へえ、してどんな感じなんですか。どうやって、どういう感じで進んでいくんですか。こう主人公目線で言ったら、はい、あれなんで普通に生活してたのに、なんだっけ、うん、槍持った人が現れて、ほうほう、いきなり殺されて、ほう、死んだ、槍で刺されたはずなのに生き返っていって。あ、自分が、うん、おう、でお家帰ったらまた槍の人がいて、今度は応戦していたら、はい、その槍の人に応戦する、お、戦ってくれる人が現れて、おその槍の人を追い払ったら、いつの間にかバトルロワイヤルに巻き込まれていたよっていうのを告げられたっていう話なんです。おうおうおう、で これはどうやって進んでいくの。この倒していくってこと。どんどん倒していくんです。ああ、レベルアップしていったりとか。そうです。あ、本当、レベルアップはなしです。ああ、レベルアップはないんだ。ないです。ロールプレイングみたいな感じなんですかね。そうですね、はい、まあ、謎解き的な。謎解きもまあ確かにあります、はい、これはあの本屋さんに行ってもどこに行ったらフェイトができるんですか。そうですね、はい、
パソコンではなくて、今はプレステ4。あ、プレステ4にあるの？ゲームだね、完全に。プレステ2ですね。あと PS ビスタ。あ、そうなんですね。はい、あ、わかりました。はい。フェイト、皆さんね、ちょっと検索してみてくださいね。はい。まあ、確認して、確認、僕もちょっと後で見てみましょうね。はいはいはい。ということで、ちょっともうお時間になってまいりましたけれども。そうですね。これどれだけ好きかって言ったらもう1日かかります、ね。そうね。はい、なってきました。はい、今年のククラブはですね、今日の放送で終わりとなります。来年はですね、1月の10日に放送になります。来年もまた聞いてください。今年もどうもありがとうございました。はい、今日のお相手は、はい、私崎山修馬と、はい、そして山下桃井です。そして宮城忠です。はい、お疲れ様でした。また来年、良いお年を。バイバイ。はい、お疲れ様でした。すごいね、すごいフェイトの話するとフェイトの話しかしたくないね。巻き込まれるというのはまあ合ってるか、合ってるよ。でも巻き込まれたっていうのは合ってる、合ってる。しかも魔術師でもないってなくて、魔術をかじった人間って性格。